うちはまあできて30年ほどの会社なんですけど、まあ、テレビ中心でやってきた技術会社なので、皆さんにはまあ知っていただくとは時間がかかってはいると思うんですけど、スタジオヌーブという名前でオープンさせていただきました。 LED を貼ってある大きいスタジオが1つと、あとグリーンバックの部屋が1つ。企業様向けのイベント配信ですとか、アベマさんの番組ですとかっていうところの配信が多く入ってます。見ていただいたお客さんは結構あの反応が良くて、まあいろんな発想をお持ちになってくれてますね。まあ、始まった当初は、まあソフトエンコーダーみたいなものをメインで使ってはいたんですけど、やっぱりそのソフトウェアなので、まあ、いろいろな不具合が起きてきてると、音ずれがどんどん起きてきたりだとか、まあキャプチャーが捕まえられなくてもう配信直前までドタバタするみたいなことが結構あったので、そういうインターフェースを使うのはやっぱりテレビ出身のチームとしてはなかなかこう馴染みがなかったというか、まあ、BNC みたいに刺したらちゃんと絵が来るっていうようなベースバンドが手前にあって、でそれさえつながれば中のマシンでちゃんとエンコードが進むっていうものを選びたかったんですね。タイミングとしてはですね、去年のフジロックの前ですね、フジロックの配信って大きなイベントを控えていて、安定的に動くこうエンコーダーを探していたところにブリッジライブっていうのが出てきたっていうところで、試しに使ってみて、 RTMP のエンコードだけではなくて SRT のユニの伝送ですとかっていういろんな使い方ができて、まあいいなということで導入に踏み切りました。僕の勉強不足かもしれないですけど、やっぱパイプラインっていう考え方なんですよね。入ってきた SDI に対してどう、出力を持っていくかっていうところのパイプラインっていう考え方なんで、1個の SDI に対して複数のプラットフォームに対して違うプロトコルで吐き出すことができたりだとか、SRT でのユニでの伝送っていうことは、まあ、期待している部分で、1個の筐体に対して入れた4個の SDI がちゃんと同期が取れて SRT として吐き出せるっていうところはすごくその、まあ、将来性を感じているところですね。海外の警備イベントとかのミラー配信みたいなことをやるときに、海外からフィードをもらうときはプロトコル SRT だったりするんですよね。それが e スポーツの大会なので長時間にわたるっていうところでいうと、まあ、ソフトウェアベースのもので受けられればするんですけど、やっぱ怖いじゃないですか。エンコーダーの発想と一緒ですね。まあ、安定的に安心して、まあ、精神衛生上心配しなくて済むっていうのは現場のストレスとしてはその軽減にはなってると思いますね。まあ、重要度の高い案件ですね。やっぱりその本当にこう失敗のできない現場、まあ、大小あると思うんですけど、やっぱ失敗できない現場には投入したい機材ですね。ブリッジライブキープロ GO の我々の使い方としては、まあ、ここのスタジオの収録はメディアサーバーが入っているんですけども、そのナスに対しての収録インジェストができるっていうところですね。 MP4 でのインジェストができるところは、まあそういう使い方が主ですね。それはやっぱり、まあ、例えば MP4 で撮る場合、まあ、その NAS に直接こうかけるっていうものは他にないと思うんですよね。それプラス USB のメディアでもそのまま収録が可能っていうことなので、まあ、そういうところでは Keepro GO はすごく重宝してますね。まあ、そうです。編集まで、まあ、ワンパッケージになってるからそういう発想になったと思います。要は物理的にメディアでコピーをすること、その時間を省きたかったっていうところですね。なので NAS に直接収録して、その NAS から直接編集ができて、でそのまま映像を送出してるんですけど、そのソフトウェアがその NAS からこう見に行けるっていう。で、あとここのスタジオもそうですけど、普通のテレビ収録でもメディアレスでの収録そのまま編集していただけるみたいな環境は作ってます。ワークフローで言うとやっぱり、王子探偵ですね。もう本当にそのアナログに変換することなく全てインからアウトまで、できているっていうところですね。 DAD を繰り返すことで音質ってどんどん変わっていっちゃうと思うんですけど、まあ、それを繰り返すことなくデジタルのままで処理できる。あとはオープンギアの筐体に対して複数のカード、DDA とかいろんなものを入れてもういっぺんに運用できる。でカード1枚に対して 2K のマックスでマックスができるっていうところですね。まあ小スペースで済むっていうところがまず1個あります。見た目のスッキリさも全然違うんですよね。やっぱりオープンギアの筐体の中にカードが収まっていく、なおかつ他のカードと共存ができる、ニューサイズのものの中でいろんなことができるっていうことですよね。まず最初はブリッジライブだったんですよ。ブリッジライブを先にこう、まあ、エンコーダーを探してたんで先に買って運用している中 であこのカードがあったらフジロック安定的に動くなとか、ナスサーバーの収録編集っていうところもうまくいくなっていうのは見てたんで、そこでいっぺんにそのフジロックの手前で買ったという形ですね。すごく便利だろうなと思って買って、やっぱ便利ですよね。